じゃあ、英行き語のまプすロほどね。賢くない。はい。はーい。行くぜ！ラッター青イン巨人ロースタート！おい。僕らスター戦やったけど、今。ああ、村だ。村だ。陰キャじゃねえのかよ。まあ、やっぱ、陰キャじゃないんだよ。ほんまにお前ら、じん、あ、いた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 いインキャおる。インキャおるやろ。誰インキャ。新しい役職インキャだ。誰インキャ。やーい。お前やん。お前やん。チョッピか。痛い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 。チョッピがインキャ。痛い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 。一生痛い一生痛い。インキャ。チョッピインキャ。待って待って。みんなにいけるの。一生臭いわ。これで予言は誰ない。おお。知らん。予言聞きたいな。シャオラあいつ臭かったな。めっちゃ臭かった。めっちゃ臭かった。目の前が真っ暗になるレベルでさ、失神したわ。めちゃ臭いやん。そうか、ショッピー、お前、はい、そんなにあれやったんやな。あれ、そんなに臭いんかな、俺。友達になってあげるよ。ああ、きれい！臭いよ、ちょっと！なんでそんなひどいこと言うん？聞いてください、聞いてください、ショッピー君の臭さは壁を貫通します。やばい。あ、びっくりした今。じゃあ、ショッピー、ショッピー、みんな、いい人にいてよ。お前、近づくなって、お前。臭すぎはロビング。でも、いや、待て、待て、俺はショッピーの臭さを耐えてみせるぜ。いや、でも、あの、島さん、あの、だから、あの、予言はどこへ消えたんですか？知る、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 知る。はい、俺予言でーす。知る、知る。ラッティ、ラッティ、はい、ラッティだよ。ラッティ、来すぎじゃない？ラッティだよ、ラッティだよ。おい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 、みんな聞いてくれぜ。はい、俺が予言、そしてこの陰キャ陰キャの会話が行われている中、ラッテは静かだった。俺はこいつが来るなんじゃないかと思って占ったんだよ。俺ガチで無駄だよ。人狼でありますので出てきました。はい、何やってってことはラッテは。なるほどね。いやお疲れ様です、本当に。もういや今日も勇ましい。俺ロボロと言います。あ、でもラッティ強人の可能性もあるのか。そう、ゼロじゃん。まあ確かにそれはある。まああるね。ゾムショピが白角ってことね。そう、あ、うん、そうっすね。強人は潜伏してらっしゃるね。うん、ね、完全に潜伏だねこれ。いやでもあれやな、ロボロ怪しい。ロボロ怪しい。ラッティ一方的に近づいてきて、ロボロ怪しい。やばくない？ラッティ、ラッティ試しにさ、うん、殺してみたらロボロ。あ、いいの？あー、白角だからね。試しに殺す。いや、待て、白角ではないよ。ではない。強人の可能性あるけど。共犯の可能性あるからね。あ、クソブスブタミンゴンの来た。お、おい。お。汚ね。汚ね。汚ね、クソ。俺の芸術がわからんと。大丈夫。いや、ほんとな。あ、ロボロがいなくなってる。いる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 。同じ部屋に。あー、インキャ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 。近づかないで、近づかないで。めっちゃ近づいてくる。やめて、やめて。あーつら、便所飯するわ、もう。あ、ガチのやつね、ガチのやつ。いやでもこうなってくると、ショッピーに変な夢見てる視聴者もこれで夢から覚めるやろ。マイヤー、マイヤー、チキロ。いやいや、結構、はい、広いやん。白角っすよね。あ、そうだよ、白角だね。これどうぞ。いやでもほら、ショッピー君もほら、自分が白角やから。いや、強さでた、ショッピー君。僕臭いから。じゃあ、ほら。悲しい、悲しい。じゃあ、あの、ショッピー君にこれをあげるよ。あの、いつでも泣けるように。ありがとう。おーい、やばいやばい。おー、シャオロン。なんやお前。いや、俺グレーやな。俺グレーや、お前もグレーや。俺グレー、ショッピくんかゾムに会いたい。え、てかトントン、俺、お前、ロボロ、チーノ、お前もグレーやったな。どうも、私もグレーです。語りが出てないで、一応ラッキーもグレーなの忘れちゃう。シンマこの下にいるからアイテム徴収したら。あ、全然いいよ。白寄りではあるよ。でもラッティ、あの、黒ではない。白では、白寄りが。ちょっと待って、そうだよ。あ、生きるか。生きてるよ。てかさ、これシャオロンとチーノに挟まれて、彼に両方来れたら俺結構危ないぞ、これ。ちなみに俺、ゾムにアイテム渡したから。まあ、うちはもらったけど、うん、まあ、って感じ。あんまり使えへんけどな。ああ、ちょちょ、インキャさん、インキャさん、壁際で近づかないと。やめな。インキャさん、壁際ないのに。あの、今、壁際で匂い伝わってきたよ。あ、インキャってそっち行く。ごめん、ちょ、ラッキーのこと言ってるかと思って。あれ、どこだったんだ。こっちから見た感じ、一番人目つきづらい、奥の方のようにこもってるんで。便所飯をしたものだけが多分許されるんやと思うで、あそこ。なるほどね。まあ、ラッターやな。そうやね。ラッキーしたことあんの？上手に入ったかな。え？便所飯ちゃうの？したことあんの？ないと思う？ないと思う？絶対あると思う。絶対やればやばい。絶対動かへんな。絶対動くと思うねんけどなと思う。うん、ほんまに。そっちのラッティが女子弁入ったよ。よいしょ。ライター、あ、
見たよ。カメラは捉えたよ、その姿を。え、全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ。こんなか。ほら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 、もう出たり入ったり。誰や、一体誰が黒なんだ。一体誰が黒なんだ。誰か回ってきてるよ。別の意味でいいんけどな。結構グレー多い。いやー、そうよ、まあ、グレー多いもんな。うん、全員生きてるわけだもんね。で、唯一ラダオ君だけは狂人の可能性あるけど、まあ人狼では確実にないってことだよね。でも結構トイレが持ってるから白目じゃないロボロさん。俺の俺、いや、まあそれはちょっとわからないですね、はい、あれがいやー、ここか女子弁って、機会伺ってんな。ラッダーさん、はい、なんですか。あれいないよ、AI もないからな。どこに持っとんねん、あのインキャ。どこで飯食ってんの。呼ばれてるよ、ショッピ君、ショッピ君呼ばれてるよ。近くのドアが開いたよ、怖いよ。いじめっ子のシャオロン君が来るよ。あいついじめっ子だからな。シャオロン上からバケツ入れようぜ。慣れてる。手慣れてるね、ゾムさん。手慣れてるね。もしかして。やったことね。あれもゾムは多分水なんかで済まずへんよ。せやな、水じゃなくてサンプル。間違いなくあいつは火炎瓶。あれすぎじゃない、その学校。ゾムは確実にウォッカに、あれ、火炎瓶。ウォッカ!GTA の。ガスやぞ。グラセフやん。まあでも、ゾムさん、なんか。話聞いてると学生時代グラセフみたいな生活してたらしいし、誰から聞いてお前は。確かにね、よく聞くな。よく聞くからな。おい、くんなよ、くんなよ。お前そのトーテムゾムかショッピコに渡せよ。渡すのはあり。だけどお前グレーだからね。そうね。俺に渡してる。ロボロがトーテム持ってるます。おお、マイスペックがいるよ。ゾムゾムゾム。ゾムであれ、ゾムであれ。いじめっ子、いじめっ子って言ったから。ゾム。じゃあ俺本当にいじめたこと、いじめられっ子だからね。ああ、ゾムさん嘘つくなよ。やめろよお前。お前いじめてんだろ。嘘つくなよ。大体お前エミールいじめてんだろが。それは俺よりもっと兄さんの方がひどいじゃないですか。お前いじめてんだろ。確かに確かに。すいません。確かに。いじめてなかったらこの役職思いつかないっすよ。確かに。確かに。ハオインキャとかな。思いつかいよ。これは愛情ですやん。大丈夫かあれ。大丈夫か。態度で示して。態度。愛情の態度で示して。愛をね。インキャかかってこいよ。ほら、早く。行け、ショッピー。どこにいるの、ゾムさん。死んだかと思った。確定どうして？インキャに急に話題を振るからだと。あ、ごめんね。確かに。どっか。なになになに？いや、ゾムが見えた。じゃあ、いいのよ。くっさ。ロボロ。ゾム、ゾムいるよ。ロボロ来てる、ロボロ来てる。違うのよ。違うのよ。ゾムが来てる。ほら、あっちにいますよ。おい、プライベートゾーンだぞ。あっちにいますよ。プライベートゾーン。ゾムに。え、あれ、トントン？トントン？トントン？え、なんか殺されたくね。インキャ、インキャ、インキャ。あ、なんでやってんの。あ、インキャ死んでるよ。トントンから弓矢が2つ出てきたから殺されたの。だから、ショッピ軍、ショッピ軍が最後トントンって言って死んだっぽいから、トントンじゃないのやったの。ロボロ、ゾムに渡せよ、トーテム。いや、こっち来てよ、渡されへんよ。ゾムさん言って。俺見とくから。え、でも、それさ、トントンはどこ行ったんや。いや、俺ね、殺した、俺が殺した。お前殺したんか。よし、ないしないしない。ロボロ怪しいのも分かるけど、後ろのシャオロも怖いから。俺もグレーだね、確かに。とりあえずロボロさんのトーテム壊しとく。え、でもさ、これさ、ロボロ、トーテム、これさ、でも俺、白に置いてもらったから。え、光ってるよ。いや、今、今、トーテムを壊したっていう。ああ、なるほど。え、トントンがやられたん。グレイトンがショッピ君をやって、それを俺がやった。あ、チーノがやったんやろ。チーノがやったんだ。チーノマジ白っぽいって感じか。オッケーと置いてほしいかな。そう、それは殺した。まあ、少なくともチーノは白。チーノは多分白なんでしょうね。白っぽい。で、トントンが巨人か人狼か分からへんけど、まあ黒だったでしょ。ショッピを殺すことはそういう。うん、そうだよね。隠しのショッピを殺すからね。グレイはシャオロン、俺、ロボロだ。どうやねん、お前。あ、ラダオ君もだ。ラダ君強人説。まあね。でも俺はこれいつでもロボロさんやれるからね。え？いや、まあ二人とも。この位置関係はね、まずいよ。もうやっていいんじゃない、ラッターさん。強人だったらさ、だって人狼殺すわけにはいかないから、ロボロ殺せないんじゃない。ああ。じゃあラッターさん、それロボロやらないと。逆にじゃあそのラッティとロボロでバトらせるってのもありかもしれない。なるほど。よし。やめなよ。
ちょっと待って、一旦やめねえ、一回離れようか。まあだからむしろ俺の視点から言うと、ロボロかシャオロンどっちもか、それかロボロかシャオロンどっちかが黒っていう想定なんだよね、これも。ロボシャオか。まあロボロ、シャオロンもまあ同じ、同じ。でもシャオロンでやればいいな。ロボシャオコネの中に。いや俺の中でその割と信用できるのがチーノの次にシャオロンが来てるから。はい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 。はいはいはい。いやロボロさんはね、好きあらば俺のことやろうとしてたよ。嘘だー嘘だー、公典を渡さなかったしね。ちょっと待って、俺最初の方から見てたら大体ラッティが俺の方に来てなんか叫んで逃げてくる気がするとうんじゃないがうんじゃないが。まあ一回じゃあ俺シャオロンと戦っていいの？来いよ。じゃあやるか。ちょっと俺チンマも入るやん、それやったら。ラッターとのバトルはどこに行ったんですか？ラッターさんは一応白だからな。俺だって黒じゃ、絶対黒じゃないからさ。あそこに引きこもってるって時間別にあれだから、ね、トイレの奥見に来ていいよ、ゾムさん俺のことずっといるから。あトイレの奥ってあの通路ね、通路通路、この通路、トイレの前の通路。いやそんな臭いとこ行きたくないし。うわトイレ行かないんですね、じゃああなたは。いや違う違う違うんですよ。ちょっと行くね、トイレ。いや違う、トイレが臭いんじゃなくて、トイレにこもってる人が臭いって言ってるだけで。トイレがこもってないから。それは全然フォローになっとらんのよ。ロボロどこにおった？ロボロどこや、中庭。殺してええと思うねんの。いや俺も殺してはいいと思うんだけど、でも村は人に混じってるでしょ。まあそれはそう。わいや違うんですよ、その今のはチーノがいる、俺のことが嫌いやってことだよね。皆さんよく言葉の裏を読まないと。おめえ誰からも嫌われてんな。てかそれだとロボロが呼んでないんじゃないの、むしろ逆に。これ俺チーノくんの前に姿を現すの白いわ。まあ相当白いね。黒だったら闇打ちするもん今の。闇打ちしてるね、マジで。ちょっとえってなるとやっぱシャオロン、シャオロン、ええ、ほんまに？お前え、お前どんだけ下手やねん。ええ、シャオロンが狙ってきたん？え死んだ？え、シャオロン、お前なんで黙ってんの？どういう状況？状況がわからんけど。シーノかも死んだ、これ。シーノ死んだの？え、死んだくせー。あ、死んだね。で、シャオロンは間違いなくやったんでしょ。超人じゃない、シャオさんが。隠しろチーノをやったんじゃない？ってことはまだ人狼はもう一人、まだいる、まだいる。ちょっと待って、まだシャオロン以外におる。シャオロンも見かけたけど黙ってるってことはもうそういうことよね。なんで俺あんなに外したん？意味わからない。ゾム、俺を城に置いてくれ。うわゾム、あんでロボロは撃ってきたから、ロボロ、多分ロボロとシャオロン確定だな、これで。オッケー、じゃあゾムと俺とラドウ君は違うね。シャオロン分かったな、こういうことやぞ。よし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 、いいぞいいぞ。結局バトル輪になるんやぞこれ。すまねえなって疑ってしまって。いやいいのよ。あいた、どこどどどこどこ、えどこって言えばいいのこれ。あのね、入り口、正面入り口の左側。正面入り口左側。よう見てるな。無理や、あの距離は全然当たらん。そうか、じゃあシャオロンのロボロのそのトーテム渡せよっていうのは俺を引き寄せるためのあ挟んでたやん。うわ俺信じてたな、あれ。多分左側いるわ。あコネさん近いよそこ。あマジ一緒に行きますわ。あっだから俺も合流したい。うん、これゾムさん盾あげるわ。盾やったー、ありがとう。はい、よかった、お前くれた。隠しろやん。でもそうなってくると死んだトントンはどっちやったんやろな、狂人と人狼どっちやったんやろな。え人狼なんじゃない？人狼やったらもうどっちかやったら終わりっていう。終わりだよね。うん、わあこれトイレだろ絶対。トイレありそう。しかも水があるから男子トイレの方でしょ。誰シンママジでお前ないで処刑した方がええんちゃう。いやすいません、ちょっと僕が泣きました。でも泣かせたのは別の人間だと思います。泣いたやつ処刑した方がいいんじゃないかな。まあ泣いたやつはもう死んでるんですけど。あびっくりした。危ねえ。危ねえ。危ねえ。今撃たれるかと思ったマジで。危なかったわ。今会話がシンマの流れやったからなんか、あシンマ黒川って頭が。なんでやねん。え絶対シャオさんいるわここらへん。マジ？シャオ。何？いるんでしょ。ないよ。いやこっちにいたんだよね、この下に。ああ中にはぐるって回っていったんちゃう。で反対側行ったっていう。なるほど。
あ、いるいる、ロボロ、ロボロ、ロボロ、いたロボロいた、マジで、あっちの方に、あの俺が夢言ってる方にいた、うん、外したら。ロボロ行くぜ。そうか、やっぱりラダ君行けるかそれ、うん、いや、もう見失った。あ、シャオロンもいる、シャオロンもいる、シャオロンもいる、生きて、頑張って生きて。あそこにいるんか、多分。おれシャオ、おい、シャオロ追い詰めてやるよ。ゾムが一回追いついてるね。あいつそこおるよ、うん、いやー、今 こっちおるね、みんないるか。ワイの、ワイのスパイダー、よっしゃー、ナイスー、どうだい、ナスはラダオくん、ナイスー、やるな、ラダオくん、いや、さすがー、シャオロン強人やったんや。あ、そう、あー、はいはいはい、ね、いい感じに最後決めましたな。決めました。最後の街、えぐいな、あれ。いや、これ本家陰キャを見せられた気がするな。いやマジで、おめえろ、最後まで。あ、でも途中見ましたよ、ラッダーさん、あの女子トイレの入り口で匂い嗅いでるとこ見てました。あー、もうガッツリ。いや、もうあれ陰キャ超えた犯罪者だって。どんな話だったの。陰キャ関係ないよね。まあでもラッダーはいつかやると思ってました。犯キャ、犯キャ、犯罪キャラ、犯罪キャラ、犯キャ、犯キャ、その反射みたいな本当に。